はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は アサヒビールとオリオンビール共同開発の沖縄だよりです。製造が沖縄ということで、アルコール度数 5% の第3のビールですね。さっぱり爽快な味わいと華やかな香り。まあ、オリオンビールは、皆さんご存知の通り、まあ、沖縄県で、では、シェアナンバーワンの生ビールということです。原材料が発泡酒、麦芽とホップと大麦と米とコーンスターチと糖類。スピリッツ、大麦となってます。では、飲んでいきましょう。今日は久々に枝豆を食べながら。新潟県人はね、枝豆大量に食べますからね。もう丼一杯とか食べます。うまい。じゃあ乾杯。いや、暑いとやっぱいいね。うまいね。うまさが違うわ。まあ、オリオンビールはかなり、ドライな。ビールだったのを覚えてるんですけど。沖縄だよ。これも結構美味しい。これ数量限定の期間限定です。ちょっとほのかに甘みがあるかな。ほのかに甘みが。やんばるの水を使って作ってるらしいです。第3のビールにしてはおいしい気がする。ちょっと甘い。気のせいか。若干甘い気がする。苦いっていうより甘い部類。ちょっと甘め。苦味はあんまないですね。いや、でも美味しいんじゃない？これは。そもそもオリオンビールって あれ？アサヒじゃなかった？そもそも。特に癖っていうか、えぐみもないし、普通に美味しいんじゃない？これは。
普通に美味しい。第3のビールにしては、まあ、全然美味しい。ビールだと思います。なんかね、今見たら、大阪、あれだよ、間違えた。沖縄の奄美地区夏季限定のやつが、これのパッケージとほぼ同じのやつが出てるみたいですね。名前が沖縄だよりじゃなく、チュラタイムと。いう名前で、沖縄限定で、だと、あ、中身が同じなんだ。これとね、中身が同じなんだけど、名前が違うやつが、どうやら、あるらしいです。沖縄だと。まあ、そういうことですよね。沖縄の人には、沖縄の人に沖縄だよりっていうのを、ね、売りつけるものもあれだからってことです。多分。若干ね、やっぱ甘みがあるのかな。若干甘みがある気がする。気がするっていうか甘いですね。まあ、普通に美味しいですよ。うまい。ただもうちょっと夏なんで苦いのが良かったかなとは思うんですが個人的に大体オリオンビールはあんま好きじゃない。結構なんかあんまりコクがないんで、あんまりね、好きではないんですが、まあ、ふう、今日も、まあでも夜はね、涼しいっていうか、夜から朝にかけては涼しいんですけど、まあ、いかんせんね。それ以外の時間帯はちょっと、暑い。かな。はい。2434です。ご視聴ありがとうございました。